あんた、ラジオの何なのさ。なんてったって音の新型ソニースカイセンサー5600、2万と500円ですぞ。ソニースカイセンサー。婦人服は東京スタイル。取れない、取れない、取れない、取れない。フエルカラータッチファイル新発売。今までの金具がカラフルになりました。穴を開けなくてもワンタッチで閉じられます。ウェルカラータッチファイル。パンチファイルもどうぞ。秋葉原朝日無線がご予算の少ないミュージシャンに送る朝日無線スーパー楽器セール。高級品を今すぐ君のものに。6月21日より。カップ入りです。マルちゃんのホットラーメンカレー味、ちょうどよカレーよ。ただいま100円。デルトーネ、デルトーネ。黒いあいつが戻ってくる。デルトーネ。山水の新しいシステムコンポ、デルトーネ。熱い音の群れが今よみがえる。デルトーネ。落合恵子です。ねえ、英語ってどうしてこう難しくできてるのかしらね。同じ言葉でもいろんな意味があるんですもの。でも語圏の英単語テープがあれば大丈夫。単語の使い方も効果的にマスターできます。これなら自信が持てちゃいそう。一巻1800円です。おう、語圏カセット。ミノモンタのワイドナンバーワン。足長ジーンズ、マッキャンベルがお送りするミノモンタのカムトゥゲザー。大津スチュアートがスカイラベンドを見ているサッカーのチーム、スコットランドの試合を見るためだけにわざわざアメリカからイギリスに帰ってきました。しかし、お金と時間をかけて帰ってきた甲斐もなく、彼のチームスコットランドは5対1で敗れてしまいました。しかしまあ、ロッドスチュアートの道楽なんだから仕方ないね。ところで、私をご贔屓にしてくださる若旦那も、最近道楽が変わったね。針を始めたのはいいんだけど、空気枕や猫じゃつまらない。ミノ、お前に打たせろってんだよ。要は、かかとの上ですかって言ったら、え、わかんなさい。私の、おかまなさいよ。え、ひどい、わかんなさいよ。風が呼んでる。大地の息吹が聞こえる。青春の熱い血が湧く。今こそ大地に足をつけよう。ジュースポーツマッキャンベル。ジーンズの季節がまたやってきた。足長ジーンズ、マッキャンベルの季節。水曜日のカムトゥゲザーは、懐かしいヒット曲を特集してお送りする、あの時君は若かった。今夜は、今年もまたまたやってきた、ベンチャーズの特集。ベンチャーズは、今週の土曜日から9月の5日まで、日本全国を公演旅行。これで13回目の来日だってね。しかも毎年夏になるとやってくるベンチャーズ、夏の風物詩のようなもの。ところで夏といえば、船橋誠一の小説に夏子シリーズってあったね。実は僕もね、夏子という名の女を4人知っている。今夜はベンチャーズとその4人の夏子たちの話をしよう。まず1人目は急がば回れの夏子。彼女がまた日本的ないい女だね。夏になると紺の浴衣がよく似合うんだよ。僕がね、彼女の家を訪ねるときは決まって通り雨、軒先の風鈴がチロチロ、青すだれから夕立が吹き込んだりするのを眺めていると、彼女はビールと絹担ぎなんかを運んでくる。絹担ぎというのは里芋の小さいやつね。そしてこの夏子が絹担ぎみたいな女でね、浴衣をくるんと向くと、よっ、これがまた抜けるような白い肌。あ、ダメよ兄さん、ばあやが帰ってくるじゃないの。慌てちゃダメ。今夜ばあや返しちゃうからね。それから二人きりね、急がば回れよ、なんちゃってね。
この夏子の家は本能無縁坂にあるなんて森鴎外のガンみたいだね。さあベンチャーズ1曲目、ウォークドントラン急がば回れ。ミノモンタのあの時君は若かった色模様女の夏。さて二人目、私も連れてっての夏子。この夏子は当時柳橋の若い売れっ子の芸者でね、頭の方はそれほどお利口さんではないけれど、大原玲子に似た可愛い女。そして彼女の口癖は、私も連れてって。腹減ったな、寿司食いに行こうかな。私も連れてって。暑いな、かき氷なんかいいな。私も連れてって。たまには歌舞伎なんか見たいな。私も連れてって、連れてって、連れてってっていうのが夏子の口癖でね。まあその辺なら連れてってやらないこともないけど、一度なんかハワイに連れてってなんていうのね。ワイキキの浜辺で泳いでみたいの。ほら写真で見ると向こうにダイヤモンドヘッドがあってね、ハワイへ連れてって。そこで僕はズボンを脱いで、パンツを脱いで、ほらこれを見て我慢しな、ダイヤモンドヘッドに似てるだろう格好が。すると夏子のやつ、ううん、ダイヤモンドヘッド、こんなに小さくない、皮もかぶってない。ベンチャーズ2曲目、ダイヤモンドヘッド。ミノモンタの夏子シリーズ3人目、麻布十番いちごミルクを潰す夏子。夏の風物詩、メロンのある風景なんていうのもいいね。塔の椅子にペルシャ猫とメロンがあって、その傍らで二十七八やはし日本的ないい女が銀座の千引き屋で買ってきたいちごをミルクで黙って潰している。この女の名前も夏子と言うんだけどね、彼女はなぜ黙ったままいちごミルクを潰していると思う？そのわけ聞きたい？じゃ喋っちゃおう。実は僕がこう言ったからなんだ。もうそろそろ別れた方がいいんじゃないかな僕たち。え？と彼女、別れた方がいいと言ったんだ。すると彼女うつむいて、あなたに似た赤ちゃんが欲しいと言ったのがいけなかったのね。でも私、奥さんにして欲しいと言ってるんじゃありませんね。産んでいいでしょ、あなたには絶対ご迷惑かけませんから、なんてね。女すぐこれだから困るんだよ。そんなこと突然言われるとこっちはびっくりしちゃってね。いやだからね、そのメロンもいいよ、モロスイカもいい、だけどね、種なしスイカが1番、電話は2番、王3番、ジョンソン4番、もしドロモドロで何言ってんだかわからない。彼女は彼女で死にたいなんて口走る。そのうち外は通り雨、やがて雨が通り過ぎれば彼女も落ち着きを取り戻して、黙っていちごミルクを潰しながら、わかりましたと一言言って顔を上げりゃ、頬に一筋の涙がスーン。この夏子は麻布十番に住んでてね。そこでベンチャーズ3曲目、十番街の殺人。ミノモンタをめぐる4人の夏子たち、4人目、塔花火を見ていた夏子。あったあった、たまやー。広い世界を2人で狭くして、両国の薬屋の2階で見ていた塔花火。なぜ両国の薬屋がいいかというとね、両国は口に逃がしなんてね、大して受けるシャレじゃないけどね。でもね、最近の僕は2人で寂しく塔花火を見ていたっていうような話が好きなの。パッと散って一瞬に燃え尽きる花火が羨ましい。そう言って見上げた女の子の頬の涙に痩せた月が光ってるっていうような話が好きなの。するとどっかで酔ったおじさんの、さーきのーさーくおーっていう歌が聞こえたりする話が好きなの。ただそれだけの話が好きなの。さてベンチャーズ最後の曲はキャラバン。さーきのーさーくおー、森重さんには似てないね。
もいい、ストレートもいい、ベルボトムだって、もちろんサロペットも。マッキャンベルジーンズコレクション、ザ・スイング、グランデニム、そしてブリーチアウトジーンズ、大地に足をつけてドゥースポーツマッキャンベル、本格化ジーンズマッキャンベル、足長ジーンズマッキャンベルが今君に。足長ジーンズマッキャンベルがお送りしたミューフタのカンツゲラー、今夜はベンチャーズの特集でした。なお今回のベンチャーズの東京公演は7月6日日曜日、7月12日日曜日、新宿厚生年金会館です。では今夜はこれでおしまいです。月の祖父母母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 母